ちらが寺岡製鋼のサステナビリティのご提案を集めたブースになっております。こちらがですねペットボトルの回収機 になるんですけども、ペットボトルを消費者の方が中に入れていただくと中で回収して、リサイクルのための入り口になっております。でそこで今回の目玉としましては、この画面のところにですね寄付を選択できるような仕様を今回はご紹介をさせていただいております。でこちらで例えば日本赤十字様を選んでいただいて、消費者の方にペットボトルを入れていただくと、それぞれの寄付先に1本いくらという形でそれぞれ寄付をするような形になっています。なので、環境への貢献プラス、地域への貢献ということを両方実現できるようなご提案になっております。まずは実際の使い方をご説明させていただきます。消費者の方が店頭に持ってきていただいたペットボトルを機械の中に入れていただきます。で中で機械が3分の1に減用する形になっております。こちらが実際に中で減用されたペットボトルになります。減用前のものに比べて3分の1程度に減用されておりまして、寺岡製鋼独自の技術でこちらを有価物として、意匠登録しておりますので、産業廃棄物ではなくてきちんと、リサイクルに回せる有価物として、リサイクルすることができます。